皆さんこんにちは。日々のパン代表の吉永舞子です。メリークリスマスということで、12月サンタさん来ますね。クリスマスあります。良い子のお友達、何お願いするのかな、楽しみですね。今回はクリスマスパーティーでお子様と一緒に楽しんでいただきたいなということで、シュトーレン風のパンをご紹介したいと思います。お子さんと一緒にぜひ作ってみてください。では材料をご紹介します。今日生地2つ作っていきます。1種類目プレーンの生地です。強力粉、お砂糖、お塩入ります。で仕込み水に牛乳とお水で、溶かしバター入れていきます。で今回ちょっと砂糖の量が多いので金サフ使っていきます。ではもう1種類の生地の材料をご紹介します。強力粉にお砂糖、お塩でココアが入ります。でこちらは、下の段に作りたいので保存容器の中に全部計量してしまって大丈夫です。で仕込み水に牛乳とお水で、こちらも金サフを使っていきます。で具として、ミルクチョコレート、これ半分使いますと、レーズン入れました。で仕上げに粉糖をかけてカットしてお召し上がりいただくというような形になります。では生地を作っていきます。仕込み水をまず合わせていきます。牛乳とお水です。これ今日はちょっと材料のご紹介をしたので別々で計量しましたが、慣れてきたら一気に同じ器で計量してもらって大丈夫です。でイースト、これね 3g はちょっと多いので、なんとなく半分ぐらいかなっていうところまで入れてください。はい。でボウルの中に強力粉とお塩とお砂糖を入れます。はい。こちらも保存容器の中で、作業していただいてももちろん構わないんですが、最終的にはもう一つのココア生地の上に乗せていくので、ボウルの中で作業をしていきます。はい、ぐるぐるっと混ぜて、ここに仕込み水を入れていきます。じゃあよいしょ。はい。でぐるぐる混ぜます。これが1種類目の生地です。ココアの生地と同じように保存容器の中でスプーンで混ぜてももちろん大丈夫です。はい、こんな感じで水分が多いのでもうこれで終わりです。手でこねることはしません。でここにバター、溶かしバターを入れます。これレンジでチンして溶かしました。音600ワットで10秒から20秒ぐらい、ちょっと一気に20秒やらずに様子を見てあげてください。10秒で止めて様子を見て追加で10秒がいいかなと思います。はい、これで OK です。あっという間ですね。1個目の生地完成です。では2つ目の生地を作りたいと思います。こちらココアの生地になります。こっちも先に仕込み水にイーストを溶かしておきます。牛乳とお水にイーストをパラパラっと入れて置いておきます。よいしょ。今回ね菌を使っていますが、砂糖がね結構入るんですね。お砂糖がたくさん入る生地の時は赤ではなくて菌使ってあげるとびっくりするぐらいふんわりと焼き上がるので、赤でもできなくはないですが、せっかくなので菌使ってみてください。はい、こんな感じで保存容器の中に強力粉とお砂糖、お塩でココアを入れました。これ均一になるまで混ぜておきます。よいしょ。仕込み水のイーストを溶かしている間にちょっとこれ具材レーズンと、ミルクチョコレート入れていきますが、チョコレートの方ちょっと手で割っておきますね。半分ぐらい使いたいのでパキッと割って、でどのぐらいかな、この大小あってもいいと思うんですけど手で割れるだけ割ってください。これもお子さんがやると楽しいかな、食べた時に大きいちっちゃいがあっても楽しいかなと思いますね。こんなにいっぱいチョコが入る贅沢ですね。こんな感じで準備しておきます。イーストが溶けてきたので入れていきます。こんな感じですね。じゃあよいしょ。でぐるぐる混ぜます。
よいしょ。クリスマスにシュトーレンっていうとね、ラム酒の香りが強かったりとか、あとね、まあ、ドライフルーツ苦手、ナッツも苦手ってね、あとアレルギーのあるね、お子様もいらっしゃるので、一緒に食べられるシュトーレン風のものが欲しいなということで、ご要望にお答えしてのチョコレートバージョンになります。なので、ね、今日は、具材をチョコレートとレーズンにしましたが、なんかこれに合うものであれば何でもいいと思います。クランベリーとかでも色が可愛いかもですね。あとホワイトチョコとかにしてあげてもいいかもしれないし、ここに溶かしバターですね。あ、固まってしまった。よいしょ、はい、よいしょ。で、石が入るとちょっとふんわり生地が上がるので、せっかくねパーティーシーンでの活用だと思いますので、よいしょ、ちょっとだけいつもより贅沢な材料でふんわりしたパンにねしていきましょう。どこにあるかわからなくなればもう OK です。ここにレーズンとチョコレートを入れていきます。パラパラ、これもパラパラパラ、はい。で、ぐるっとひと混ぜすれば OK です。よいしょ。で、なるべく平らにしていただいていいですかね。で、よいしょ、これももったいないから。で、ここに白い生地をのせます。ほい、よいしょよいしょ。そして2段でいきますね。綺麗に上も重ねたら OK です。これで蓋を閉めて冷蔵庫に入れていきます。こんな感じ。はい、では成形していきます。こちらが先ほど作った生地で、こちらが一晩寝かせた生地になります。じゃーん、こんな感じで横から見ると分かりますか？少し生地が持ち上がりましたね。こちらの生地を使って成形していきます。クックパンの上に生地を出していきますね。これ強力粉です。少し多めに振っていただいて、よいしょ。で、ドレッジで、パン生地と保存容器の壁の間に差し込んで、で、生地をポコッと出します。こうして待ってると落ちてきてくれるので、落ちてきてくれるまで、落ちてきてくれるかな。はい、こんな感じで出てきました。ちょっとこそげましたけど。そしてちょっと真ん中に移動してもらいますね。こんな感じで、プレーンの生地とココア生地が交互に乗ってるような状態です。ちょっと手に粉をつけてもらって、よいしょ、はい。で、端から巻いていきます。で、ちょっ と、このまま巻いていくと、巻き数が少なくて、カットした時にあまり可愛くないので、少しだけ手で上から触ってあげて、縦に伸ばしてあげてください。よいしょ、こんな感じかな。20センチぐらいに伸びました。横が15センチぐらいですね。で、ここまでしたら手前からくるくるくるっと 丸めていきます。くる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 、はい、こんな感じです。ここまでいったら真ん中に戻ってきてあげて、で、ちょっと形整えてあげたら、あとは焼くだけです。で、ここで、すぐに焼いてもパンにはなりますが、15分ほど常温で置いていただくとさらにふんわりするので、お好みで調整していただけたらと思います。よいしょ、せーの、はい。ではこれで焼いていきます。では成形できたので焼いていきます。トースターで今日は焼きますね。熱くない、予熱してないトースターです。1200W、ウマパンだと230度ぐらいですかね。で、一旦15分でつけます。で、15分経って表面が焼き焦げてきそうになったら、アルミホイルをかぶせてさらに7分焼きたいと思います。では15分経ったので、ちょっといい香りがしてきました。ここにアルミホイルをかぶせてさらに焼いていきます。よいしょ、ね、二重になっていて具も入っているのでちょっと時間かかります。はい、これで、チンとなったら
完成で大丈夫じゃないかなと思います。ではチーンと言いました。蓋開けてみます。じゃーん、こんな感じで焼き上がりました。おーすごいね、こんな感じです。よいしょ。ではこれを何か木の板だったり、ちょっとなんだろうね、まあ、最初ケーキクーラーの上でもいいと思うんですけども、こういうところに出して、で粉糖をかけてカットしていきたいと思います。これ粉砂糖です。今日はね、これコーンスターチ、おーコーンスターチがかかってない、あ混ざってないものを使ってるので、ちょっと溶けてきてしまうと思いますが、あの泣かない粉糖っていうのがあって、それはねコーンスターチが入ってるので、あのちょっと水っぽいところに触れてもこう泣くっていうのは、こうなんていうんだろう、溶けて、なんていうの、トロンとしてこないってことですね。この白いままいてくれるっていう粉糖があるんですけど、それでもいいけど、やっぱり純粋に粉糖、粉砂糖の方が味は美味しいかなと思うので、私は純粋な粉砂糖を今日は使っています。はい、こんな感じです。どうでしょう、ちょっとシュトーレンっぽくなりましたか。本当のシュトーレンで言うと、何日も何日もかけて生地を作って、で焼き上がった後も何日も何日もかけてバターと砂糖でコーティングをして、イエス様のご降誕を待つっていう、もう食べ物なので、まあ、ちょっとね違ったものにはなるんですけど、同じ形でね、あのお子様と楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、いいクリスマスを過ごしていただきたいなと思います。ではこれちょっと切ってみますね。じゃじゃじゃーん、断面見たいですよね。上の粉糖が全部落ちちゃうけど、カリ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 、よいしょ、こんな感じです。じゃーん、かわいい、いい感じで渦巻きになりましたね。これめっちゃ楽しくないですか。今回白い生地とココア生地ですけど、これをねお抹茶にしたりとか、ピンクの生地にしたりとか、白じゃなくてもいいかもしれないし、いろいろお試しいただければ楽しいんじゃないかなと思います。日々のパン、では皆様のご家庭の合言葉がパンが焼けたよになりますように、楽しいクリスマスを過ごしてください。またね。あ、すごい砂糖が、バイバーイ。